せーの、せーで、せーの、せーで、いただきましたです。わかりづらい。イエーイ。本日から、いとこりチャンネルを始めていこうかなと思います。はい、こういうね、ちょっとラフな動画はね、出したことなかったですからね。そう、前回ね、あのれいちゃんと一緒に、うんうん、そうなんですよ。やっぱりあのコメントでもいただいてたんですけど、普段の素の部分、何気ない部分ってなかなか見れることがない、うん、そのバラエティとかにもさ、私たちは特に普段ね、うん、あの出てるわけでもないから、だからそれをあの丸山れいちゃんのチャンネルで見れたのは嬉しかったっていう声も、はい、うんうん、あのたくさんいただいてたので、今日から改めて上げていけたらなということで、今日はちなみに何するかと言いますと、はい、質問に答えていこうかなと思います。イエーイ。それぞれの私たちの公式のインスタのストーリーズで、うん、3人に聞きたいことあれば教えてください、うん、そうなんです。それに答えていきたいと思います。あの3位ぐらいに入るのにしといたら、あ、キリないから、3位ぐらい。ベスト3、ポテトチョコつけ麺です。豚肉コカコーラあ、2個、うん、タイ、お刺身のタイ、うん、お餅、うん、お鍋。共通の趣味。共通の趣味、うん、まあ、趣味まで行けてへんけど、うん、ゴルフ。ゴルフじゃない？確かにゴルフはさ、3人でずっと切磋琢磨しながらさ、ね、同じスタンスでね、今そう来てるやってるから、うん、あのゴルフです。はい。え、言ってないことないよ。ない。基本さ、すぐ共有するから。そうそうそう、からさ、うん、まあ、でもないでいいんじゃないですか。確かに共有してるからない、うん、ないです、うん、でもファンの皆さんに言ってないことはいっぱいあります。そうです意味深い。いっつぁスモールワールド。まあそれしか乗らへんもんな。乗らへんわな。そう、うん、そう、もう何年も言ってないけど、なんだろう、私はタワーオブテラーですかね。あれね、あれ一番無理。絶対乗れへんわよ。私さ、あの名前さ、いつも忘れんの。あのランドにある、あの、ま、クラナなんか星の中みたいな行くやつ、まあ、多分ディズニー好きな方にはそこで伝わると思うから、もうこれです。出してもらってる。ああ、そうしよう、そうしよう。なんかあれだな、おじいちゃんとかおばあちゃんしか来ない喫茶店、うん、ああ昔ながらいいね。そう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 、落ち着いてるね、静かな、ね、そうそうそう、で、ね、働いてたと思うってこと。働きたい、うん、なんか質問と答えさ、でもさ、言うてさ、みんなさ、小さい時からさ、このなんか歌手の夢しかさ、見てなかったから、うんうん、他の夢を見たことないから、まあね、そうなんですよ。そう、今思った夢みたいな。そうそうそう、ミューズノースでも散々ね、恋の、あ、歌詞、そうなんですよ、恋愛ソングの歌詞の、ね、そうそうそう、歌詞読みすんの好きだったすぐしてます。うちら考察系、そう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 、考察系アーティストやから。そうそうそう、私はやっぱ誠実な人が好きです。うん、中身、うん、から好きになることが多かったですね。あさひさんは、はい、あの思いやりがある人ですかね。うん、大事。おゆさん、爬虫類顔です。あ、でも爬虫類顔が好きです。おお、青系。あ、言ってるね、言ってるね、うん、でも無理なんやろ。そう、美容師さんに無理って言われてる。おぉ、レンタル彼女、ヒロイン失格、ストロボエッジ。そうやろ。へぇ、会いたい人に全員会いに行く。まあそうよね、うん、料理、賑やかし、ナムシア。賑やかしつー。賑やかしつーやろ。うん、最近はあのサボテンを、まずカーテン開けたらサボテンを日光に当てることをやってますね、よく、うんうん、スタッフさんにね、お誕生日の時もらってミッキーみたいな。そうそう、そのミッキーの上からさ、もうみんながハリュリュリュなあれちょっと面白いねんけど。そうで、私いつも、うん、にも同じスタッフさんに、うん、あの新居祝いにいただいた、うんうん、あの うちはホワイトゴーストちゃんが、あー、そうなんだ、うん、ちょっと反り押しになってきてる気がして、定期的に、うん、あの聞くんですよ、これは大丈夫ですか、この子元気ですかって聞いてる、スタッフさんで、そう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 、言ってるんだけど、ちょっと反り押しになってる気がしてて、ちょっとまた確認したい、うん、ね、私もちょっと表面が良くないから、うん、自分が使ったパックとかもちょっと貼って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、商店にパックとか、あ、そうなあ、なあ、栄養表面から入れてる、なんかあのいびつな愛情。来ました、言いましょう、せーの、リトルベリーモンスターです。ちゃんと
ことに由来があります。そうそうそう、彼の説明して。以前国立競技場で、あの、FC 東京の試合の前にそうあのエコーを歌わせていただいて、うん、5万人以上の方が、はい、動員、ね、あのされていて、はい、車でね、うん、会場入りをしたんですけれども、あの警備員さんが、うんうん、どなたでしょうか、うんうんうん、絶対確認があるんですよね、関係者なので、うん、マネージャーさんがリトルグリーモンスターですって言ったら、うんうん、最初全然聞き取ってもらえなくて、うん、リトルグリーモンスターです、うん、それ5回ぐらい言ったね、そのやり取りしましたね、うん、そしてリトルベリーモンスターさんでしょうかって聞き返されまして、全然ね、あの、うん、うまくスムーズに国立に入れなかったという、うん、あの事件がありましたので、そうね、私らも後ろの席から吹き出しちゃってちょっと笑いが止まらなくて、気に入っちゃって、なんなら可愛いやんそうそうそう、リトルベリーモンスターちょっと可愛いし、うん、それにしようみたいな感じで、そうそうそう、で最近グルガワを買いました、はい、趣味が一番難しいんや、質問世界一難しい質問麻雀のゲームずっとやってる、あ、いいよいいよ、いいよ、彼はずっとカフェ巡りが趣味、バイカフェ、おしゃれな人生あとはやっぱホールケーキ、うん、作って、うん、かわいいやつ、あ、ね、かわいいやつ、バタークリーム、あ、そうそうそう、うん、センイルケーキ、はいはいはい、別に誰のセンイルでもないんですけど趣味っていうかな、ハマってるのは、うん、ケバブ、あ、変わってんの、うん、一見少ないかなと思うんですけど、最近の私にはちょうどいいです食べれないから、食べてください、あの、朝日さんも食べてほしいんです、はい、パラーマ体質あー、ここで出すんやここで出すんや、それこれを機で言うとき、あ、そう、あの、ご飯食べてます、うん、最近自分のことホラーマ体質って呼んでるんで、ね、これなんかいじられて言われるとまだ分からないですけど、自分で言ったんであのアンパンマンに出てくるそうそうそう、あの骸骨のキャラクター、これさ、知らんねんな、これ知らんけどめっちゃ聞かれるんよな、聞かれる、めっちゃ聞かれる、知りたい、私もそう、知らん、あのパーソナルカラーとか、あの骨格とかも知らないけど、でもなんか私は知ることによってなんか狭まれるのが嫌やから、そうね、それで縛られちゃうのがね、知らんくてもいいかなって、わかるわかる、うん、そう、それもわかる、うん、だってしたいメイクしたらいいやん、 そう、その中でも似合う似合わん、こっちの方が似合うとかは大体わかるし、そうそうそう、うん、おー、ついに言う時が来たのか、私カレンはアイズワンがさんがめちゃくちゃ好きで、ミンジュちゃんがその中でも好きかな、うんうん、私は BTS のジミンさんがすごい好きですね、セルフプロデュースで写真集を出されるというのを見て、うんうんうん、気持ちは泣いてました私はあれですね、エナイプ、はいはい、これは友達にアイランドを教えてもらって、うん、もうみんな箱で押してますね、大食い、あの、あ、甘いものは強い、あ、確かに甘いものはいっぱい食べる、あと甘いものになると早い、めっちゃ早いなんなら最初とかに食べ終わってるよな、ご飯めっちゃ遅いよ、ね、ご飯あの時間かけないと食べれない、朝日が麺類を食べてると増えてる、増えるんですよ、そう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 ちょっとお気に入り、なんだそれ、なんだお気に入りポーズ、あ、お気に入りポーズなぁマイさん、それほんまに嫌やねんけどなんほんまにこれさ、パッて横見たらさ、大体こっちだぞ、ほんまにさ、ほんまにいつもなんかそれかな、あの、引っかかる気がかりです、気がかり、あとずっと前から好き、うん、これもずっと前から、ほんとずっと前から好き、これ、うん、あの、それぞれ立ち位置によって変わります、うん、こう、こう、うん、初デート、初デート、水族館じゃない、普通ってドテーマあとは映画館とかじゃない、ね、あー映画館か、こっそり手つなぐみたいな、あ、私ベタなのしか言ってないな、いでも私あのドライブがいい、あー、はい、ドライブいいかも、そう、男の人の運転してる姿見るのめっちゃ好きなんですよ、もっともっと席やん、助手席なんか、うん、もうそれをずっと見ときたいから、ずっとなんか走り回っといてほしい女の子、男、男、女の子、あー、ロム&のリップはマストだな、そう、ね、重宝しますね、ね、ロム&、うん、そうだね、大好き、うん、私はマットのロム&だけど、うん、2人はあのトゥルンとする、うんうんうん、あとはやっぱクリオのパレットじゃない、そうね、いや、ね、本当にさ、やっぱ優秀、うん、ロム&とクリオ定番かもしれないけど、ね、やっぱ優秀です、うん、カレーさんです、はい、いっぱいあるかも、もちろん綾瀬はるかさんも、うん、でもこれはもう3人共通でね、うん、あの、はい、泳げませんの舞台挨拶の時に、うん、
あのお話させていただいたんですけど、うん、本当に長谷川さんと綾瀬さんがめちゃくちゃ優しくて、うん、そう、うん、すごい質問いっぱいしてくれたよね。すぐね、私たち人のこと好きになるので、そうそうそう、うん、もうすぐ2人のことも好きになったし、うん、貯金半分貯金、うん、あとはなんか旅行とか、うん、あ、うん、旅行行きたいかも、うん、海外とか行きたい、うん、やってます。あ、やってるよ、フォールガイズ、うん、あ、マージャンか、はい、マージャン機械音痴なんでできないポテトソング、ポテトポテトポテト、あー、めっちゃいいよ、イエーイ、めっちゃいいよ。だからやっぱさっきの話けど、やっぱリトルベリーモンスターは朝から、そうだ、ね、朝から人笑いさせていただいて、めっちゃ笑った、まあ、 はい、これさ、めっちゃ多かったで、この人みんなさ、身長と足のサイズ、うん、知りたがってます。あ、じゃあついでに足のサイズも答える。167cm 24.5 です。 160cm の 22.5cm です。 154cm 23cm です。そう、あの、そう、なんかプロフィール高校生の時とかで止まってるから、う、ね、もう私たちあの成長しておりますので、そうです、そうです、はい、これが最新の情報、はい、あの、変えといてもらいます。お願いします、はい、お願いします。ボックスを、はい、見たことある質問も、はい、あの用意していただきました。はい、じゃあ順番に引いていく。はい、これなんか遊びたくないやつに当てて、イエイ、じゃじゃん、今後 YouTube でやってみたいこと。ああ、私はやっぱ料理、うんうん、動画とかもやってみたいですし、うん、あとお魚をさばいてみたい。あ、すごい、さばいていく、さばいていくあの、気まぐれクックさんも好きであー、よく見ます。めちゃくちゃさばいてる動画見るんですよ。気持ちいいよね。そう、わかる。なんで、あの、以前前マグロをさばいたこと1回だけ、人生1回だけあるんですけど、うん、いろんなお魚さばいてみたいのと、あとゲーム、うん、の実況もちょっと興味があるので、うん、やってみたいなって思います、うん。まあ、でもコラボしてみたい人とかもね、ジョイマンさんそうジョイマンさん大好きで、うん、あの一度ね、あの共演そうさせていただいたことがあって、うん、その時あのいつかこの涙がそうよく聞いてますって言ってくださって、うん、またお会いしたいなっていうことで、ね、好きなマックのメニューベスト3とか、ああいいやん、そうそう、ベスト3シリーズ、うちらマクド好きやし ね、 ねとかいいですね、紹介していきたい。確かに、あ、次マイカ、はい、うん、これどうする、ほんまにこんなリトグリは嫌だ、どんなリトグリ、メンバーが40人、あー嫌だわ、嫌だわ、嫌だわ、ちょっとハモリがね、もうぶつかってしまうぐらい、はい、オクターブユニゾンしかしない、あー嫌やわ、もっとパートに増やしてほしいですね、ハモリに本来数人でやる感想部分のフェイク、全員でぶつけ合ってくる、あー、うるさい、あー、嫌や、嫌や、しかもあの大体さ、こう相手の聞いて、うん、じゃあ自分こう行こうみたいな、うん、もうみんなお構いなしにしてくる、こういうの、最後、最後、セクシー全開で最近買ったもの発表。おー、最近買ったものあります、ありました、お、お、セクシー全開で、あ、買ってくれるんや。では朝日さんの、はい、買ったもの、はい、どうぞ。キラン、こちらバランスを崩しておられます、はい、スニーカー買ったんや、スニーカー買いました、ナイキ、好きやな、はい、ナイキ、あーセクシー、ナイスセクシー、カレンさん最近あの買ったものの発表をお願いします。はい、パーカー、あーナイスセクシー、ナイスセクシー、結構ダボめ、ダボっとしてるやつで、あのコーン、ネイビーに黄色のワッペンみたいなのついてる、うん、結構クラシックな組み合わせのカラーの、はい、パークを買いました。いいですね。ではまゆさんの最近買ったものは何でしょうか。モフモフの白いタンです。いいですね。あ、どうですか、大人セクシー、大人セクシー、はい、ということで、はい、たくさん質問くださってありがとうございました。ありがとうございました。またね、うん、あの定期的に
やれたらなとも思いますし、新着情報をね、そう更新していきたいですね。まだちょっとみんなと共有してないこととかもあるから、はい、共有していけたらなと、思います。はい、ということで、せーの、リトルグリーモンスターでした。ジャーニー気に入ってんの。ジャーニーずっと使ってるからな。